先日ね、なんか元柔道のね金メダリストの石井聡選手から僕のツイートにね、あのメダル争いだけではなく本当に全ての国の選手がその国の文化を背負って戦うのもオリンピック素晴らしいところなんだっていうコメントに対して、本気でやったことがないんだろうなというコメントをいただいて、普段だったら多分すごいあのそんなわけねえだろって思うだろうし、自分の人生であのできる環境ではこれ以上なく本気でそこに向き合ってきたっていう自負があるので、あのこんちきしょうって思うところですけど、でもやっぱりその柔道という競技で若くして金メダリストになった彼のその努力っていうのは容易に想像がつく。トレーニングの量とかあの忍耐の量だっていうのはもうあの彼の当時のそのコメントもらってね、あのその当時の彼の映像をその後見たんですよ。そうしたら彼が鍛えた技とか筋力とか、柔道に対する知識っていうのはもう本当にその僕が積み重ねてきたものよりねはるかに大きなもので、あの世界の全ての柔道家の頂点に立つものだったっていう、それは当然僕の活動を見てね、世界のトップまで極めたことがない僕が本気でやったことないんだろうなと思っても仕方のないものだなと思いましたし、ただあの僕の心の中にあるのはスポーツに向き合ってる日々っていうのは僕はもう 100%、陸上は特に5年間女子競技は2年半行いましたけど、その2年半で1秒たりとも他のアスリートに負けるような時間を過ごしたことはないと自分の中ではっきり分かってますし、だからそれをね、子供の頃から柔道をやって、22歳かなぐらいで世界一になった石井さんのもう十何年間っていう年月に比べれば短いものだから、本気で人生を全てそこにかけたわけではないっていうのを僕も分かってるし、だけどスポーツに対して本当にあのまっすぐ向き合ってきた自分に対しても恥じることがないので、あのイラッとすることがなかったんですよね。だからそれはあの僕は逆に嬉しくて、はい、あのああ俺は自分に対してちゃんと誇りを持ててるんだなっていう、はい、